おはようございます、こまです。前回ちょっとガラスペンを味わいました。で、まあ一緒についているこの羽ペン、今回ちょっと引き続き、体験してみたいと思います。何かまあこうセットしてるだけで非常に満足感が味わいました。なかなか雰囲気はいいですね。次はこちら、非常に独特なペンですけども、ハリーポッターにできそうですね。この羽の色はまた美しいですね。この2本楽しめるっていうのは非常に私にとってはありがたいです。 EF と書いてますね。初めてですね、こちらも同じく ABC を書きましょうか。こちらはこちらで緊張しますね。すぐ書けなくなりますね。しかし書き味がめちゃくちゃ、まあガラスペンの跡だからかな、めちゃくちゃいいですね。しかし泣くのが早いです。すぐ泣くんですね。これは書くのは大変ですね。書き味がやはり滑らか、なるほど。私にとってはちょっとこのペンをですね、どうしてもこのぐらいの距離で持ってしまいますので、ここはですね、羽に当たるんですね。通常ここで持っても若干ここに当たるので、もう少し長い方がいいですね。この距離が少し足らないかなって感じです。もう書けません。書き味はいいんですが、インクがなくなるのが早いですね。もうないですね。これはこれで面白いですね。既に違う太い方を試してみましょうか。1、2、これ全部違うのかな。全部試しますね。まずは次に細いか、ここまでいるのは怖いですね。どうでしょうか。よくカリグラフィーでしたっけ、あれを書くのには非常に やはり書けませんね。いいかもしれません。
お許しください。ちょうど綺麗な光が差し込みましたね。新しいページに順番に書いてみましょうか。そうすると太さが分かりますもんね。これはこれで緊張しますね。あ、かなり太い。これはカリフグラフィーって言うんでしたっけ。このペンですね。うん、ペン先のしなりがありますね。これはこれで面白いですね。先ほどよりも太いので、太いと色の濃淡が感じますね。うん、面白い感じですね。これ初めてなんですけども、先端が結構フラットじゃない、フラットなんですね。こういう感じかな。ここが面があるほどですね、まっす、このペンがですね直線的に動くんですね。面白いですね。本当にペンがですね、まっすぐ引けるように感じますね。不思議な感覚です。ガラスペンの動画ですけども、こちらの方が長くなりそうですね。
れはちょっと使えないですね。これはあんまり良くないな。ダメですね。そしてラスト、セミが鳴いてきましたね。かなり太ですね。これも使えないかもしれませんね。角音自体が難しい。音自体が難しいですね。慣れれば面白いのかな。ああ、これは面白いですね。コツがいりますね。はい、この羽ペン、こちらもですね、結構楽しみですね。で、まあ、このカリグラフィーよくありますよね。太くなったりするね。これちょっとまあやればこうはまるのかなと思うんですけども、結構難しいですね。あとまた引き体ですね。引き体をこの太い、先端が平らなものだとよりまた面白い文字が書けるのかな。ちょっと時間があると挑戦してみたいなと思いますね。こう本当に机の上にこうスッとですね、羽ペンが立ってるだけで気持ちがカチッとですね、なかなかいい買い物だったと思います。皆さんもぜひガラスペンとか羽ペン試してほしいですね。もしご存じの方はインスタチャンネル登録です。ではまた次の動画で。